大学生の男です。先月まで付き合ってた彼女がピルの飲み合わせにより妊娠をしたと告げてきました。自分は中絶という選択をどうしようですが、彼女は迷ってるんです。何かうまく説得する方法がありますか？彼女は大系ガールズバー P カツを交際期間にしていました。そんな中で僕との交換も不明だし、一緒に過ごしたいという未来はありません。この点を踏まえてお願いします。まあでも産みたいんだったらもう無理じゃないですか？で、じゃあ DNA 鑑定を必ずしようねっていう約束だけすればいいんじゃないですか？で、DNA 鑑定して自分の子供じゃなかったらもう自分の子供じゃないっていうので、そのまま逃げ切ればいいんじゃないですかね。中絶するかどうか結局女の人が決めることで。で、自分の子供だったら責任を持つのが嫌だっていうのであればそれはわかるんですけど、でもその相手の人がなんか自分の子供じゃないかもしれないっていうのが気になるんだったら、まあ自分の子供じゃないのを育てるんでそれ嫌だよねってわかるので、なのでそこはもう確定させて、自分の子供だったら責任取ればいいし、そうじゃなかったら逃げるっていうのでいいんじゃないかなと思いますけど。